皆さんこんにちは。ホジラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。左手デバイスって皆さんご存知ですかね。通常はこのマウスとキーボード、この2つを使っていろいろな作業をしますよね。仕事のメインとしては写真の編集、画像処理とか、あとは動画編集っていうのをメインで使っているんですけども、マウスはこう右手でこう操作するじゃないですか。でもたまにこうマウスでやりながらこう両手でこういう風にやったりとかしますよね。で、左手は基本キーボードに置いてるわけですけども、こうキーボードのキーを見ながらこう操作するっていうこともあると思うんですよ。で、左手デバイスっていうのはこのキーボードで、左手でこうキーボードを割り当てているものを別のもので操作しましょうと。それが、今回ですね、紹介するこのツアーボックスっていうものですね。で、これ使うとマウスとツアーボックスであらかたキーボードがなくても編集とか作業ができるようになるっていう結構画期的なツールで、キーボードで例えばコントロール C でコピー、コントロール V でペーストとかあるじゃないですか。そういうのをこれに記憶させておくことで、これをボタンを押した時にコピーとかペーストとかできるようになるっていう、ツールなんですね。で、これね、前から私気になってたんですけど、使ってみると予想以上にいいもんだった。はい、なんで今日はこれを紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、それでは今こちらにツアーボックスがございます。まあ、いろんなこのボタンがあってですね、それぞれのボタンだとか、あとダブルクリックとか、何かと何かを一緒に押すとかっていうことでいろいろな、ことを割り当てられます。で、便利なのがね、ショートカットっていうのがこれに記憶させられるのが一番便利かなと思ってて、私ね、これ動画編集で使うのがメインなんですけど、プレミアっていうソフトとダヴィンチっていうソフトを使ってるんですよ。で、それぞれやっぱり割り当てられてるショートカットっていうのは違って、で、ソフトごとに、そのショートカットを覚えなきゃいけなかったりとか、ショートカットを統一するようにですね、どっちかのソフトをどっちかにこう合わせるみたいなことをやったりとかっていう風にしてたんですね。で、そんな中でこのプレミアもダヴィンチもこのツアーボックスで一緒の作業ができるっていう風にやっていくと、これをね、一緒に携帯して持っていけば、家の中でプレミアを使おうが、外でダヴィンチを使おうが、同じ操作でずっと作業することができるっていうものです。で、2台パソコン登録できます。これ裏側がですね、電池、単三電池2本入るんですよ。こうやって。単三電池2本入ります。で、Bluetooth 接続がね、結構早い。電池の持ちもですね、すぐそんな簡単になくなるようなものじゃなくて、しばらく持つみたいなんですよね。この商品に関してはいろんな人がもうレビューをしているので、まあ自分が細かいこと言う必要ないかなと思ってるんですけど、実際に作業風景をここから見せたいと思うんですね。このキーボードでやっていることをこっちに割り当ててるっていうところに関しては、まあそれだったら自分はキーボードでいいよって思う人多分いると思うんですけど、ね、これね、すごいのはマクロって機能があって、それがね結構いいなってつい最近気づいたんですよ。はい、だからそこをね、ご紹介したいと思います。パソコン画面が表示されてます。私のパソコン、ちょっとパソコンというかモニターがちょっと横長モニターなので、アスペクト比がちょっとおかしいんですけど、そこはご了承ください。で、今これ動画編集をしている、感じの画面ですね。で、ちょっとこれ、ね、皆さんこんにちは、ホジドラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢秀之です。ゴニョゴニョチャンネル、久しぶりに更新させていただきます。ですね、まず、この間アメリカ旅の Vlog がこんな感じの動画です。で、これを要はそのうーとかあーとか言ってたりとか、なんか変な間とかがあったら、そういうのをカットしていくわけですよね。で、これもこれ最初こういう感じなんですよ。カメラをこうちゃんと撮れてるべなみたいなのを確認するところからスタートして、はい、行きますよみたいな。皆さんこんにちは、ホジドラ写真家、サブチャンネルの動画なんですけど、だから普段はどうやってるかというと、ここから前はいらねえな。皆さんこんにちは、ホジドラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢秀之です。ゴニョゴニョチャンネル、久しぶりに更新させていただきます。ですね、このですねからいらねえなみたいなね。まず、この間アメリカ旅の Vlog がやっと終わりました、うん、はい、長いみたいな、まあこういう感じで簡単に説明するとやっていくんですよ。
で、これをツアーボックスに置き換えてみましょう。今メインで使ったのはですね、ここから前を全部削除するってやつと、あとそのカットですね、カットして選択して削除するみたいな、まあ、そういうのをやってったんですよね。はい、じゃあ同じ作業やってみますね。まずはここいらねえぞと。皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成澤秀之です。ゴニョゴニョチャンネル久しぶりに更新させていただきます。うん、ここもいらねえな。まず、この間アメリカの、今ちょっとだけやりましたけど、こんな感じで違い分かりますかね。違いっていうのは、私これ一切見てないはずなんですよ。こっち見てないはずです。で、キーボードを操作した時はどこのボタンがどのキーかなって見てたはずなんですよ。で、そういうのがなくても完全にブラインドタッチでいける。だからマウスとこのツアーボックスだけで操作が完結してたっていうのは今の作業です。これね、モニターにこうやって集中できるっていうだけで終わりました。結構違うんですよ。長いことかけて、この下にですね、ツアーボックスコンソールっていう画面があるんですけど、ここにいろいろショートカットを登録できるようになってます。例えばこのボタンを押すと、はい、これ今通るっていう名前のボタンみたいなんですけど、ここにオルトが割り当てられてますよとか、ここを押すと再生停止になってますよとか、あとこう押すと、サイドプラスここでコピー、こっちはペーストですよとか、こういうのがね見れるんですよ。このショートカットどうだったっけじゃないんですよね。このボタンを押すと何のショートカットだったっけみたいな感じで、こう自分の好きな操作に合わせてこうやっていけるというのが、初心者の人にはいいと思いました。うん。で、今このプレミア開いてって、ここにいろいろこうプリセットリストっていうのがあります。上の4つがね、最初から登録されてて、下のやつは私作ったやつですね。プレミアエディット。これプレミア開いてるからこれ自動的に選択されてます。で、ダヴィンチ開くと、ほら、今ダヴィンチに切り替わったでしょ？っていう感じで、プレミアエディットでプレミアっていう風にこういう風に登録しておくと、ソフトを、連携されたソフトを開いた時点でこれが立ち上がるようになるんですね。で、私はですね、このプレミアエディットとダヴィンチリゾルブで登録した、このそれぞれのやつを、プリセットエクスポートっていうのができるので、それをエクスポートして、Mac で読み込んで同じ作業ができるようにしちゃいました。だから、こいつを持っていけば外に持ってった時にキーボードのサイズとかやっぱ変わるじゃん。そういうのが変わっても全然作業ができるっていうことで結構快適になりました。で、なんかこれ細かいんですけど、適度な重さがあってこうすごいしっかりしてるんですよね。動かない、軽すぎてこう動くとかそういうストレスもなくてですね、なんかなかなか操作性はいいなというふうに思いました。そのマクロ機能を説明する前に、例えばこういう演出あるじゃないですか。私がこうワイプで解説してるみたいなやつ、これね、結構設定めんどくさいんですよ。なんですけど、このツアーボックスを使うとこれが一瞬で終わる。で、まずこれどうやって作ってるかちょっとお見せしましょうか。はい、下にタイムラプスがあって、その上にこうワイプで自分の顔を乗せたいという時にやることがですね。はい、じゃあちょっと作業、普通にやったらどうなるかをお見せしますね。まずこの不透明度からマスクを選択しまして、で、このマスクで、ここからちょっとマスク境界ぼかしゼロにして、この境界線のぼかしですね、ちょっとぼやっとしてるんですけど、それをなくして、カラーマットから白いマットにを選択して、これを下に入れます。はい、そして、不透明度をこのカラーマットにコピーをして、で、マスクの拡張っていうところをこう動かすと、これ白い縁取りができるんですね。で、これをネストって1個にまとめたら、サイズをこう一緒に動かすことができるようになるので、こんな感じで出来上がりですね。で、これで、はい。今どのぐらい時間かかりましたかね、これ作るの。このツアーボックスを使ってやってみようと思います。もう私割り当てちゃってるんですけど、マクロっていうのは、まあ、つまりですね、いろんな作業を登録しておくことで、このボタン1個を押しただけでその作業を一瞬にしてやってくれるっていう作業なんですよ。
で、これちょっと広めに撮った方がいいんでね。はい。じゃこれでいきます。私、ここに割り当ててます。まず、ここを押して左ですね。押すんですけど、今、右側がこう、切り替わりましたね、ここはね。ワイプ1、ワイプ2、ワイプ3、上がネームになっています。はい。ワイプ1をこれで押すと、はい、なんか起こりましたね。あ、切り抜かれてるんですよ。そして左下にカラーマットができてます。はい。で、ここで私はですね、マスクを選択して、サイズの調整をします。まあ、このサイズの調整っていうのは、動画によって変わってきますから、はい。で、そしてカラーマットを下にこう差し込みます。で、ここまでやったら、ここまでやったら今度はワイプ2を押します。そうすると、おぉ、見ました。すごくないですか、これ。すごくないですか。であとはこれをタイムラプスを下に差し込めばいいんですよ。で、これでネストして、サイズをね、こう調整すれば OK と。すごいでしょ。だから今のやつがもう一瞬でできちゃうっていうことなんですね。ちょっと、もう一回お見せしましょうか、せっかくなんで。ちょっとこれね、私ね、作った時ね、結構、うわ、これ、すげえなって思ったんですよね。だからね、ちょっとね、ドヤ顔したいっていうのもあってですね。はい。もう一回いきますよ、じゃあ。もう一回いきます。はい。あ、絡まった気にしてね。はい。左押してワイプ。はい。これで、切り抜かれて、カラーマットができてます、という状況ですね。これで、サイズだけ、私の顔のサイズだけ合わせに行きます。なんか変な顔してますけど、はい、こういう風にやって、で決めたら今度はワイプに押すと、はい、できました。でこれで、ネストして、まあ適当なサイズにして、決まっちゃったやった。よく使うやつをこうマクロ組んでおくことで非常にですね、まあめちゃめちゃ作業が時短できるんですね。あとよくやるのは、必ずやる作業っていうのが名前ですよね。成沢宏行ですって出すときに、使うのが、こっち右側にエッセンシャルグラフィックスっていうのがあってですね、これをこう持ってくるんですけど、でこれもですね、ここ選択したらここにこうやって名前入れなきゃいけないんですよ。ここに本当は宏行成沢って入れて、でこの下にアストロフォトグラファータイムラプスクリエイターみたいな感じ入力するんですよ。でこう作業、こっち大きさを合わせていくっていう作業をするんですね。でもこれまあ毎回毎回やる作業なんで、別にそんな今のもな30秒も多分かかってないと思うんですけど、ただ今のもね時短できたらいいじゃないですか。だからこう押して、上のこのネームって今十字キー出てますけど、これを押すと、はい、もう切り替わりますという感じですね。でこのマクロはどうやって設定するのかというと、このツアーボックスメニューの中で何かどっかをこう、例えばまあダブルクリックでここにしましょうか。さっきシフトって入れたここに、はい、でここにですね、マクロ設定っていうのがあるんですね。これいろいろまだ私も使いこなしてないところなんですけど、これ何かというと、ちょっとやってみましょうか。このワイプさってまだ何も入ってないんですよね。アクションってプラスすると、この、いろいろな動きを操作できるんですね。例えば、今のその名前を入力するっていうことを、やってみたとすると、はい、これで、例えば、カーソルの動きってありますよね。さっきやったのは、まあ、この名前を出すそのテンプレートを貼り付けるところもやったら、カーソルの動きっていうので、マウス左ボタンとかあるんですよね。まあ、いろいろなマウスの動きをこれ登録できるんですけど、これで実行位置っていうのがあるんで、これクリックして、ここで左クリックしてくださいっていうことでできるんですね。でここでツアーボックスのボタン何でもいいんでポチッと押すと、ここが登録されましたと。はい。でここで OK して、次にですね、遅延っていうのを入れておくといいです。まあこれパソコンの処理能力が追いつかないかどうなのかわかんないんですけど、ちょっと 長め200ミリセカンドにしてみましょうか。でこれにしておくと、要はその一個一個の作業ちょっと間を置いてやってくれるってことですね。はい。で次アクションで、テキストで
マーマレード坊やって言いましょうか。でもこのワイプさんっていうのが、あのマーマレード坊やって入力するっていうのがこれ登録されました。このサイドを使ってこのワイプさんのところにこれを入れてます。あのマーマレード坊やですねのアクションを今登録します。はい、しました。でそうすると、はい、マーマレード坊やになりましたね。マーマレード坊やになりました。ここで止まってるじゃないですか。でもうワンクリックしたら変わるわけですけども、もうワンクリックってのもやっておくといいってことじゃないですかね。ワイプさんアクションで、カーソルの動きで全然関係ないところ、こういうところ全然関係ないところをワンクリックしてくださいみたいな感じにしておきましょう。はい、そうすると、はい、マーマレードボーイになりました。でマウスがここで終わりましたねみたいな感じでできるのがマクロ機能なんですね。だこれ私まだまだ今これ構築してるとこなんですけど、こういろいろこれをやっていくことで、いつもやってる作業とかは本当これを割り当てることでまあ爆速ですよね。でパソコンをノートパソコンに書いても MacBook に書いても同じ作業ができるので、めちゃめちゃ時短になるんですよ。これ結構すごいですよね。これ結構感動しました。でね、もう一個結構いいなと思ったのが、あのサポートの対応方法っていうんですかね。今これツアーボックスってこう今これ Bluetooth 認識してるんで言ってますけど、これ電源切ると、これ電源切るとこういう画面になるんですよ。ツアーボックスに接続してくださいって。でここで右下にお問い合わせってあるんですよね。このお問い合わせして、このツアーボックスコンソールフォルダをエクスポートっていうのを押すと、今どういう設定にしてるのかっていうの状況がこれでエクスポート全部できるんですって。でこれを問い合わせの時にすると、ここはこういう風にした方がいいですよみたいな具体的な回答が返ってくるんですよ。だから私なんかうまく連動できなかった時にこれをやってですね、すぐなんか中身見てくれて、こういう風にやればいいですよっていうのを教えてくれたので、その勉強する時もね結構便利でしたね。またね返信が結構早いんだ。いや電源をしたらもうすぐ繋がるでしょ。この接続のね速さはとっても魅力です。はい、ということでツアーボックスのご紹介でございました。まあこれちょっとねいろんな人が動画出してるんで細かい説明省きましたけども、YouTube でその使い方動画出してる人いっぱいいるので、そういう人の参考にして使い方学んでいただければなと思います。他にも左手デバイスでたくさん出てる中で、どうしてこれが私良かったかというと、使えるソフトがやっぱり制限されてるんですよね。でダヴィンチとプレミア私使うんですけど、ダヴィンチで色合わせとか音量調整とかしたやつを XM ファイルっていうのをエクスポートして、それをプレミアで取り込んで、プレミアからテキスト入力とかやっていくん、エフェクトかけたりとかモーションかけたりとかいろいろやっていくんですけど、そのダヴィンチとプレミアを両方とも対応できるようになってるのがねこれだけだったんですよ。まあ、他にもあるのかもしれないですけど、自分が知る限りダヴィンチに対応してるのがね結構ないんだよね。プレミアはあっても、あとMac の中にファイナルカットプロっていうソフトも入ってて、いざという時はそれ使ってやることもできるんですけど、それにも対応してるんですよ。いろんな、それ以外にもさ、いろんなソフトに対応してて、まあ私は使ってないんですけど、写真の編集とかね、ライトルームとかフォトショップでアクション組むとかさ、よく使うプリセットとかあれば、これに入れたりとかマクロ組んだりしちゃえば、便利なアイテムなんじゃないかなと思います。そういういろんなソフト対応してるのがね、自分としてはまあこれを選んだきっかけというか、まあ、これに関心を持ったきっかけなのかなというふうに思いますね。皆さんも左手デバイスを使ってですね、作業の効率化、スピードアップを図ってみてはいかがかなと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。